Hey YouTube, welcome to my channel. 皆さんこんにちは、ナサビーです。はい、これね、私が前に作った空手 T シャツ。ちょっと最近ね、売れてなくて、まあ自分で着て、ちょっと自分を励ましてみました。まあこれね、言いたいこと、わかりますよね。はい、っていうわけで、今日は極地型ガンダムの方がね、完成したので、そちらをお披露目したいと思います。はい、じゃじゃーん。こちらがね、北米戦士用極地型ガンダムの完成品です。いかがでしょうか。やっぱりね、あんまりね、おっきい改造しないっていうのはすごくいいですね。結構これは早く終わったと思います。というわけで、ちょっとね、近くで見ていろいろ説明していきたいと思います。はい、とりあえずね、これが前にね、作ったやつで、今回のやつをちょっと横に並べてみました。で、前のね、制作動画で、ドライブラシは、艶消しの後にやるといいですよってコメントがあって、実際に、やってみたら、めっちゃ良かった。実はね、正直、まあ、制作動画終わって、組み立ててとか、なんかやってて、見たときに、あれ？なんか全然、うちのドライブラシ生えないなと思って、あ、黒いからかなとかって思って、正直、ピンと来てなかったんですけど、その後にそのコメントを見てやってみたら、もうね、これが全然違うの。このね、やってる時のこの質感っていうのかな、めちゃめちゃ良い。もうね、だからこのね、ちょっとまだ遠いから見づらいんだけど、すごいね、良くなったんですよ、これ。もうね、だから結構ね、コメントとかで私の作品を結構ね、参考にしてますっていう方いるんですけど、こういうミスちょこちょこあるんで、参考にしない方がいいと思います。多分ね、これだけじゃない。もっと全然ミスしてるとこあると思うんで、正直ね、参考にしない方がいいと思う。というわけで、ちょっと細かいところを今から紹介していきたいと思います。じゃあまず最初は改造ポイントの方からね、紹介していきたいと思います。って言ってもね、そんなに改造してないんであんまないんですけど、とりあえず一つ目は、まあ、ここですね。はい、脇のところなんですけど、これだと差し込み口が見えちゃってるんですよ。で、それを、まあ、プラ板を貼って隠すようにしました。まあ、改造はこれぐらいですね。正直改造って言っていいか分かんないぐらいなんですけど、まあ、強いて言うなら、ここかな、改造は。これぐらいですね。まあ、正直ね、やってもやんなくてもいいとこではあったんですけど、まあ、一応、やっときました。これだけだね。あとね、前回作った時に結構スルーした作業を今回はね、きっちりやりました。まあ、並べるとわかりやすいんですけど、例えばね、まあ、後ろから言うと、このね、ふくらはぎの下の部分、ここのね、合わせ目を前回は消してないんですよ。それを今回はまあ、綺麗に消しときました。あとね、まあ、前から見たやつなんですけど、まあ、ここ、まあ、膝の、まあ、皿の部分に当たるところの、まあ、これ、まあ、合わせ目ね、これ、そういうデザインなのかなと思って前回残したままにしたんですけど、なんかね、パッケージを見るとここ、ツルツルなんですよ。まあ、なので、今回は、ちゃんと、ツルツルにしました。で、すねのところは、モールドとして残しときました。あとは、そうですね、ここ。まあ、蛇腹の部分なんですけど、前回はね、こんな狭いところに合わせ目があるから、ちょっとめんどくさいなと思って逃げてたんですけど、今回はしっかりここもね、合わせ目を消しときました。ショルダーキャノンのセンサー部分はデカールがついてなかったんで、余ってるシールを切って貼りました。あと、銃口部分はピンバイスで開けてます。それとアーマーの裏側は一応パテ埋めしてごまかしてます。このシールドは漫画でザクにこうバズーカで撃たれたところがあったんで、リューターで再現しました。これね、すごい簡単なんで、まあ、もしもね、まあ、需要があったら、これのやり方もね、動画で撮影しようかなって思ってます。はい、っていうわけでね、極地型ガンダムいかがだったでしょうか。私はね、この2つ、やっぱ前に作ったのと今回作ったのを見比べて、あ、成長したなって思った。多分ね、
あの、裸眼の方が分かりやすいか、動画だとちょっと違いが見づらいかもしんないんですけど、私的にはね、すごい成長したなって感じる今回作品になったと思う。多分みんなね、いや、それ自画自賛だからって思うかもしれないけど、私の中ではすごい成長した作品だなって思えた。なんならね、前に作った極地型ガンダムがちょっとショック見えるもん。で、次回、ちょっとね、何を作るか、きっとみんなね、気になってると思うんですけど、実は、まあ、私の中ではもう決めてあって、まあ、とりあえずね、100分の1を次回は作っていこうかなって思ってます。で、何を作るかは、まあ、お楽しみにってことで、多分ね、みんな、驚くと思う。多分、荒れるよ。というわけで、次回何を作るかはお楽しみに待っててください。というわけで最後に、また一眼でかっこよく写真を撮ったので、そちらをご覧ください。すぎて腹立ちます。これいいぞ、おい、これ、これ